アニラは薙刀と式神の羊を使って戦うオールラウンダー。格闘ゲーム初心者でも扱いやすいキャラクターになっています。どう攻略したものか。ジークフリートはリーチを生かして相手をねじ伏せる近中距離制圧型アタッカー。自身の HP を犠牲に攻撃力を高めるなど、ややピーキーな性能も持っています。ニーヤは全てのアビリティをデスを介して発動する特殊なキャラクター。ニーヤとデスの2人による波状攻撃は使いこなせば非常に強力です。グリームニールは多彩な移動方法を持ち、機動力を生かしてあらゆる間合いから攻撃を仕掛けることができるキャラクター。軌道を変化できる飛び道具など特徴的なアビリティも持っています。またもちろん発売後も継続的にキャラクターが追加されていきます。発売から1年間の間で6キャラクターを追加する予定となっており、どんなキャラクターが参戦するかは今後順次公開していきますのでお楽しみに。ストーリーモードは前作の RPG モードにあたるコンテンツです。前作50話までのストーリーも全てライジングで楽しめるのですが、ボリュームアップに伴って育成要素は省略し、ストーリーとバトルを集中して楽しんでいただけるモードとしてリニューアルしました。あの方も想像できなかった最高のオーガズムを期待できそうだ。一部クエストバトルも省略していますが、青少女たちと戦うボスバトルは全て引き続きお楽しみいただけます。そして前作分を第1部、第2部とし、最終章となる第3部が新ストーリーとして展開されます。第3部では前作で登場した全てのキャラクターに加えてライジングの新キャラクターたちも登場し、物語は新たなクライマックスへと向かっていきます。かつてない窮地だったかもしれないね。グラブルのスピンオフストーリーとしても興味深い内容になっているかと思いますので、どうぞ楽しみに。また前作をすでにプレイ済み、またはプレイはしていないけど内容を知っているから新しいストーリーをすぐに遊びたいという方向けに第1部第2部をスキップする機能も用意されています。何にしても寒いしさ。そんな世界が終わる。第3部ではライジングで初登場となるオリジナルキャラクターも登場します。私はリーンって言います。リーンという名の彼女は第3部の序盤でグランたちと出会います。グラン、ジータとそう変わらない年齢ですが、どうやら2人と B の幼い頃をよく知っているようです。声を演じられるのは川瀬真希さん、英語音声はエリザベス・マックスウェルさんにご担当いただいております。今回の物語に大きく関わってくる重要人物となるので、どのような展開となっていくのか合わせてご期待ください。前作で好評だったトレーニングモードにさらなる便利機能が多数追加されます。攻撃後の有利・不利が視覚的に分かりやすいフレーム表示対応のほか、初めてキャラクターを操作する前にどのようなコンセプトでどんな行動がおすすめなのかを気軽に確認できるキャラクター説明書、トレーニングモード内でシームレスに実行できるコンボ練習、コンボも基本・対空など分かりやすくカテゴリー分けがなされているため目的別に練習しやすくなっています。そしてキャラクター別の戦術、対戦相手とする場合に覚えておくと良い対策など、実戦で役立つ基本テクニックを練習できる便利機能も搭載されています。ぜひ活用してみてください。快適なオンライン対戦の実現のため、本作ではロールバックネットコード方式を取り入れました。スムーズな描画が可能となり、よりラグを感じづらくなります。また今回からプレイステーションとスティーム間でクロスプレイに対応しました。プラットフォームが異なる友達とも遊べるようになりますし、世界中の猛者たちとも戦えるようになりますので、オンライン対戦をますますお楽しみいただけると思います。好きなキャラクターを選んでいただくと、ゲームプレイの内容や状況に応じてそのパートナーがコメントしてくれるようになります。ジータだよ、今
今日も遊んでくれてありがとう。格闘ゲーム、オンライン対戦となると非常に孤独な戦いを強いられます。1対1の戦いなので、負けたら全部自分のせい、勝ってもなんだか孤独、誰かに褒めてほしい、負けたら一言何か優しい言葉をかけてほしい。数をこなすことは無駄ではない。それをパートナーが行ってくれます。対戦で使用するキャラクターとは別で設定できるので、好きなキャラクターを設定してみてほしいです。自己紹介って緊張しちゃうわよね。でも気軽に書き換えて大丈夫よ。私たちの邪魔をする人はみんな消しちゃおうね。次にオンラインロビーです。前作ではグランサイファーの甲板が舞台でしたが、ライジングではそれに加え島一つ分にエリアが拡大されます。ゲームセンターやサッカーコートなど様々なロケーションも存在しており、滞在しているだけでも楽しい気分になれる空間に進化しました。そしてロビーアバターを使ってゆるいバトルを楽しめる専用モード、グラブルレジェンドバトル、以下グラバトも登場します。様々なルールのパーティーゲームを楽しめるのですが、いくつか簡単にご紹介いたします。ライジングダッシュ、様々なゲームルールのうち最もベーシックなものです。いろいろなアトラクションを攻略しながらゴールを目指す障害物競争です。アイテムを使って相手を妨害したりなど、逆転要素も多数盛り込まれているので、とてもラフに楽しめるものになっていると思います。ヒヒーロカネパーティー、3チームに分かれて自分のチームの陣地にヒヒーロカネをより多く集めるゲームです。グラブルファンなら刺激的な絵面に興奮してもらえるのではないでしょうか。キングオブタフネス、ベルゼバブが落とす爆弾で足場が破壊されていきます。ルールは単純明快、最後まで生き残った者の勝ちです。グラバトのゲームルールはこの他にもいくつか存在しますが、今後また別のタイミングで改めてご紹介していければと思っております。デジタルフィギュアモードという新モードが登場します。 GBVS に登場するグラブルキャラやオブジェクトなどの 3D モデルを自由に配置、編集を行い、自分だけのジオラマを作れるというモードです。原作グラブルのキャラクターファンの方にとっては特に嬉しいモードとなるのではないでしょうか。随分いろいろ作ってきたなと思いつつ、素晴らしいクオリティの 3D モデルを自由に使っていろいろできるのですから、非常に贅沢な内容となっているかと思います。細かなパラメータも編集したり設定したりできるので、自信作ができましたらぜひ SNS 等で公開してみてください。公式のフォトコンテストのようなものも実施するべく計画中です。そちらは今後の続報をお待ちください。今回私が使うキャラクターはなんとシェロカルテです。すげー、最初ですね。一緒に戦えるんです、うん、お僕はご存知グラン君ですね。うん、はい、私はベリアです。なんか元気よく走ってて可愛いです、うんうん、はい、僕はパーシバルですね。割とパーシバル元気で走ってますね。アクラツパーさん、かわいい、ね、めちゃくちゃ腕振ってますね。はい、というわけで早速プレイしていきましょう。ルールは簡単です、はい、ひたすらゴールを目指しましょう。やりやすいぜ。すごい、行くぜ。行くぞ。めちゃくちゃ多いんだけど、ちょっと待って、こんな多いの。めっちゃいっぱい来てる。こんにちは。わーい、わーい。開発お疲れ様です。あー、ビーグルだ。ビーグルだ。ビーグルだ。やばいやばいやばい。じゃあ、でっかいすぎる。じゃあ、ジャンプ。スティバさんめっちゃでけえじゃん。なんか、私エビを持ってる。どうして、どうして。私もエビ持ってる。
ちょっと待ってくれ、いつ持ったんだろう。うわー、何だろう。わー、誰だ、誰だ、誰だ、何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 、お、いけた、いけた。うわ、富山、ほんとなんかエビ持ってんね。エビ持ってます、なんだろう。でもエビが爆発しましたよ、さっき。エビが爆発、危険ですな。あ、そっち、これちょっと待って、なんだこれ、どうしたどうしたどうした、両親でかくね。なんだこれ、緊張しちゃった。いや、バイオレンスだわ。あ、これ、こっち、失敗だったな。失敗ルートもある。失敗、こっち。要注意やで。ちょっと待って、待って。早い、早い、早い。なんか、すげえ攻撃してる。いける、いける、いける、いける。なんだかんだ、いける。わー、ジャンプ。危ねえ、なんだこれ。ジャンプ。なんだこれ。ハテナが取れない。ハテナが取れないぞ。ジャンプ。あ、あ、こっち。あー、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 
るだろ。ドタバタドタバタ。よいしょ。よいしょ。ここ鬼門だな。オラ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 。怖い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 。なんか攻撃してくる。いつ来るかわかんない。怖い。なんだこれ。よいしょ。オッケーオッケー。中のみんな楽しんでるね。楽しいよ。オッケー。うわ。自分で飛び込んでいっちゃった。うわぁ見えない、見えない、見えない、ちょっと待ってくれ、ダンサー、ダンサー、よっしゃよっしゃ、これは行くなぁ、めちゃくちゃ攻撃してくるぞ、ひぇー、私攻撃できたら待ってます、おいでやしゃ、おいでやしゃ、おいでやしゃ、ワンツーフィニッシュ、今どっちが先だったんだろう、面白い、多分両チームじゃない、どっちだ、完全にオリンピックみたいな、面白い、よいしょ、あと10分だぜ、頑張れ頑張れ、私3位だったかな、多分すぐ後ろにいたから、いやもう本当に3人同時みたいな、すごい接戦だったのね、あ待って、よし頑張れ、おっ届いた、すげえ、さあ最後だ、頑張れ、いけいけいけだ、ものすごい邪魔してくるのよ、階段階段階段、頑張れ頑張れ、いた、いたいたいた、いたできたー、すごい第一戦でめっちゃ体力持ってかれるな、ねえ、うん、ちょっとあとちょっとグリムネル頑張れ、お階段さばきが鮮やか、イエイ、さすがですわ、うん、おーはーい、ネクストステージ、いや次のステージすぐ来ますよ、ね、うおワクワク、やっぱいいね、こうやってなんか何も考えずにみんなで盛り上がれるの楽しいですね、ね、楽しいね、うん、やりごたえあった、ね、うん、お、これはお黄色金パーティー、はい、面白そう、黄色金パーティーとなっております、はい、こちらはですね3チームに分かれまして、黄色金を自分と同じ色のエリアに集めましょうというゲームになってます、こんぐらい欲しいな、なんかすごい引っかかるね、私風チームです、お、私も風チームですね、お、同じチームですね、私火です、とりあえず持ってけ、どうだ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 、よしよしよし、うら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 、いっぱいスマッシュとかできる、スマッシュ、あーよし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 、いけそういけそういけそう、オッケー、よし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 、いざいざ、お、これどこだ、なかなか一応、あれないぞ、ないぞ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 、どこに生まれるの、ヒヒーローかな、あれなくなった、あ、来た、なんかね、投げ込まれてます、出現、どれ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 、あ、あった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 、上にある、オールキャット、これです、これです、よっしゃー、オールキャット、いけ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 、あれさっきまで持ってたのになくなった、なる、取られた、そんな、あ、オールキャットオールキャット、強奪もあんのこれ、はい、このオールキャットに変身すると相手の陣地のヒヒーロカネを奪うことができるらしいんですよ、すっごいチミチがついてる、私対応に変身するんですけど、チミ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 、持てば持つほどちょっとね歩く速度も遅くなるというね、あ、そうなんだ、うん、あ、なんかみんな、みんな持ってる、よっしゃよっしゃよっしゃ、待て待て待て、これの問題、よしよしよし、待てー、まだチームじゃん、うわ、あー、なんかすごい、なんかなんかなんか、どうやってどうやって、いっぱいゲット、いっぱいゲット。なんてことだ。オールキャットになったかった。キャッチュールだな。オールキャット。待て待て待て。邪魔をさせるぞ。いっぱい。キャッツ。あれ、なんで俺あんな落ちたの？1個しか取ってないの。ビヨーン。ビヨーン。よしよし。あ、結構多いんじゃない？ビヨーン。よいしょ。待て待て。
オールキャット出現。敵チームオールキャット。なに？やばい。よし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 。ビヨーン。オールキャット欲しい。オールキャット。さあどうだろう。緑チーム優勢。右側。どうじゃどうじゃ。どこどこ？右側。どこ来ない。来ない。ある。よし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 。あー。守ったぞ。待って、間に合わない。はい、すごい僅差。あれ？なんと、風チームが水チーム1個差で勝利。すげー。接戦だ。すごい接戦。いい勝負が続いてますな。ね、確かに。ヒヒロカネあんなに一気にもらえたら超嬉しいですね。本当よ、嬉しいね。さあ、お次のゲームは、はい、お次はですね、落ちてくる爆弾を避けながら最後まで生き残りましょうというゲームになってます。バブさんがパンプアップしてる。さあ、で爆弾落ちてくるのね。はい、なるほど。落ちてきますので頑張って避けていきましょう。爆弾が、バブさん気になるな。そこで筋トレせんでくれ。あれ、私どこだ。え、大丈夫、びっくりしちゃってる。あれ、どこだ、怖いな。あれ、感染中になってる。感染中、あれ、どこだ。落ちた、そんな、もう落ちた、落ちちゃった。え、落ちてない。あらららら、なんでなんで。はい、乾杯でーす。よーい、頑張るぜ。あ、そうやって爆弾を落とすっていうのもありなんだ。そう、爆弾を攻撃したり、相手をちょっと移動させるのに攻撃したりっていうこともありえます。ちょ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 待って、うい、うまい。あ、でも下に落とせるんだこれ。そうそうそう、下に落とせる。スマッシュ当たれば。うわ、危ない危ない。さあ、当たるぞ、当たるぞ。いい悲鳴だぜ。うわ、ステージがめっちゃちっちゃくなった。うわうわ、足元がないよ、何もいる。うわー、残る。ちょっと待って、頑張れ頑張れ。みんな結構生き残ってるね。すごい、みんな優秀。すごい。